FQC スパローホーク飛行する FQC-29058 号機 FQC スパローホークはアメリカ合衆国のカーチスライト社が開発し1930年代にアメリカ海軍で運用された環状戦闘機であるアメリカ海軍の飛行船アクロンと同型のメーコンに搭載されて運用された愛称のスパローホークは猛禽類であるハイタカノイ FQC は 全長が6メートル、全幅が7メートルと小型であったため、大型飛行船に搭載するのに適していた。パイロットたちにトラピーズと呼ばれた軽流装置によって、上翼の上に取り付けられたフックで吊るされて使用された。その特殊な運用方法のため、車輪などの降着装置を一切装備していない機体も存在した。通常は飛行船内に収納され飛行する場合は、 トラピーズを使って飛行船から離脱させた。フックはパイロットによって簡単に外すことができた。アクロンの最大収容機数は警護機である。1930年6月に小型艦上戦闘機 x f 9 c 1として発注が行われた。これは1931年3月に海軍が受領し、アクロンの就航から試験が始められた。 1932年9月までに6機の量産型の生産がなされた。1933年にメーコンが就航した直後にアクロンが事故で失われた。1935年2月にメーコンも失われ、FQC も同時に4機が失われている。実用的な作戦に使われることなく、計画は中止された。残存機は1機が1937年まで。 もう一機は1940年まで海軍の管轄下にあった。現在、一機が国立航空宇宙博物館に保存、展示されている。飛行船メイコンと随伴して飛行する二機の FQC。ありがとうございます。